皆さんこんにちは、トウピョウです。今回私がご紹介させていただくコスメはキャンメイクボリュームアップレディーグロス02番です。ぜひご覧ください。気になるお値段ですが、税抜きで650円です。以前の動画で左側の01番のパールピンクをご紹介させていただきましたが、今回は右側の02番のスパークリングブルーをご紹介させていただきます。01番のパールピンクの動画は右上のカードをクリックしてください。お次は成分表です。こちらのブルーグロスを手の甲に添付していきます。やはり01番と同じで、このこちらの02番も初め開ける際はとても固めなので少し力が要ります。ブルーグロスはとても薄い水色で細かなラメが入っています。手の甲に添付していきます。キラキラしたラメが入っているのがわかりますでしょうか。肉眼でもそこまでキラキラとはしていないのでわかりにくいですが、でもよく見るとカメラ越しでもブルーラメがキラキラとしています。保湿成分 83% 以上配合だそうなので、少し01番の時よりも 1% 落ちますが、やはりこちらも保湿してくれます。 SPF15 PA++ で高密着高保湿なので、いつでも乾燥知らずな唇になることができます。こちらもやはり無香料と記載されていますが、私の鼻には湿布の香りとしか思いません。ですがそこまで匂いはきつくないので、っていう感じにはなりません。ですが香りに敏感な方は少し気になるレベルなので注意された方がよろしいです。どんなリップにも似合うようなブルーグロスなので、赤リップが少しきつい印象だなと思った時はこのブルーグロスを上からつけ足すと少し軽い印象の赤リップになってくれると思います。あとピンクリップの上から重ねるのもおすすめです。青みが入ることによって青みピンクになって、より甘さが嫌いな方も使いやすいピンクになってくれます。ぜひお試しください。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。この動画がいいなと思われた方はいいねボタンとチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。